こんにちは。こんにちは。ファッキンオーサムヘルマット、丸山です。今日はね、初めてね、ゲスト来てもらいました。はい。どうぞ。ハーフマストの石井です。石井くんでーす。来てもらいました。十何年だろう。15年、そうね、15、6年ぐらいの付き合い。そうね。1月。1月に出てました。こちら、ハーフマストの。なんでもないもの。すごい時間経っちゃったんだけど、話を聞こうかなと思って来てもらいました。ありがとうございます。でも僕はライブが見れてないと。長引く、ね、コロナ禍のせいで。ね。なんかすごいタイミングが全く合わない。まあでも、定期的にやるので。わかりました。じゃあ今日はちょっとアルバムについて話を聞こうと思います。はい。じゃあまずフィーバーを得て、初めてフィーバー。初めてフィーバー。おー、もうよく言ってたもんね、ミーね、フィーバー。ほんと、そうね、一番思い出に残ってるのはメッツ。あー、別々で行ったか。そう、別々で行って、うん、終わった時に、やばくね、みたいな。クリップとシティが前座の。前座の時の。いきなりギターガーン落としてね。フィーバーね、思い出深いフィーバー。思い出深い。スリーピータイムトリオも見たね。あの缶詰にされた あれはしんどかったね。しんどかった、ね、どうだった出てみて。やっぱり憧れのライブハウスだったんで、すごいやったぜーっていう感じがあったかな。なんか一つのこう到達点みたいな、はいはい、あー15年やってきてよかったーみたいな。なんかやった感触は結構その日はプレイの時も細かい、本当になんか多分聞いてる人には分かんないかもしれないけど、細かいこうミスがちょっと出てはいたから、うん、なんかこう一歩引いたような目線で実は演奏することができて、なんかこう野球の試合をこうやってるような感覚だったかな。分析しながらみたいな。そうそう、あ、今こう間違えたけどうまくリカバリーできたなみたいな。なるほど、いい流れだぞみたいな。てかそもそもサポートだったじゃん、最初。そうだね。てか、どういうあれで知り合ったのかな。もともとは僕はこう、ツリーっていうスローコアのバンドをやっていて、で、ツリーとハーフマストが結構対バンする機会があって、その中でギターボーカルのバンドリーダーの伊勢さんが僕らのことをすごい可愛がってくれてて、で、個人的にもこう、地元が横浜っていうことで一緒に遊ぶようにもなって、それで仲良くなってて、で、ハーフマストの全ギターの人が、ちょっとお休みになっちゃうときに、まあ、サポート弾いてくれないかっていうことで、2018年始めた感じ。正式メンバーになるきっかけって何なの？きっかけは、もともと僕、こう、サポートと、こう、自分が入るバンドっていうのは結構、分けて考えてて、サポートはこう、曲のアレンジメント、とかそういうものにはあまり関わらない、単純に決められたものをそれ通りに弾くっていうのがサポートだなと思ってて、でハーフマストの場合は最初はそういう風に演奏してたんだけど、なんか新曲作りたいねみたいな話になった時にこうアレンジメントに結果的にだんだん関わり始めていったっていう経緯があって、でそこにこうだんだん関わり始めちゃったからっていうのはあれだけど1年ぐらい経った時にまあじゃあ曲も作ってるし入ってよみたいな形で、で2019年に入らせてもらった、うん、結構ラフな感じだ。そうだね、うん、もう直々になんか目を見てお願いしますみたいな感じじゃなくて、ああではなくもうやっちゃおうかみたいな、こうぬるっと。なるほどね。ぬるっとだったと思う。そうなの、うん、レーベルとかある？いや、自主出版ですね。版のみのリリース。版のみのリリース。版のみのリリース。こだわりがありそうな気がしますけど。なんかこう、うん、そこは僕はこう、うん、バンドマスターの伊勢さんの考えに結構お任せしてるみたいなところがあって、うん、で伊勢さんがこうまあアルバム出すってなった時に、やっぱりこうサブスクでの聞かれ方っていうよりかはアルバム版としてこう聞いてほしいっていう思いが。まあ、強かったっていう風に聞いてるので、うん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 、でまあバンドとしてじゃあ出そうってなった時に、じゃあ今回はバンドみで出そうかっていうことで、うん、こういう形になってる感じかな、うんうんうん、なるほど、ロストエイジというかこのフィジカルで出すこのなんていうの、美学というか、
そうだね、そこら辺の多分影響はすごい強いと思う、うん、大事にしてる感じ、うん、てか俺伊勢さん一回やったことあるよ、多分あるね、あれサマーミーティングだっけ、多分なんだろう、フィーバーであった気がするんだよね、サマミか SS 関係のイベントだった気がする、うん、そうだよね、フルアルバム撮るのは初めて人生、フルはそうだね、人生初めて、どうだった、きつかったマジできつかった、きついスケジュールがってこと、いや、スケジュールはかなり幅を持ってやらせてもらったんだけど、うんうん、なんかこう、やっぱ8曲撮るっていう風になると自分の作業量もすごい多いし、うん、何よりアルバム撮る時の機材搬入とか僕は結構、うん、あの車運転とかやってて、で、ほとんど全てのレコーディング過程に参加したのと、その搬入自体が結構きつくて搬入しんどそうだよね、細いもんね、ツインリバーブとケースの合計総重量が自分の体重と同じぐらい。ツインリバーブを俺が持つのか、俺がツインリバーブに持たれてるか。8曲演奏するっていうのも大変だったし、それをこう、撮る準備をするっていう点でも結構大変だった思いがあるかな。なんか石井くんの今までの感じ、ボスロックやって、うん、マスロックやって、スローコーやって、で、でいきなりここでエモになったってのがなんか面白いなと。ああ、うん、心境の変化っていうか、なんかあんの。ああ、なんかこう、うん、自分の中ではこう自分の演奏をやるときにこうプロジェクトごとにスタイルを分けたいみたいな気持ちがあって。うん、だから過去にこうポストロックとかマスロックやった時は自分の中のポストロックマスロックの引き出しってこれだなってのを詰め込んだし、スローコアやってた時は自分の中のスローコアの要素ってこれだなってのを詰め込んで、たまたま今回こうサポートから入ったってのあるから、こう自分の中のインディエモの、引き出しってこれだなっていうのと、もともとバンドが積み上げてきた雰囲気とかあのフレーズってこういう感じだなってっていうのを落とし込んでいった感じ。演奏者としてこう何か演奏したいものが変わったっていうよりかは、そういうジャンル分けの中でこういう風なことをやろうっていう風に思った感じ。石井くんから見てハーフマストってどんなバンドだと、なんか最後っぽい質問めっちゃ難しいよ、ね、だから外から入ってきた人として、あちょっと客観的に見えてるのかなって、あ関東のバンドだけど、こうアンサンブルはちょっと関西っぽいというか京都っぽいところとか、はあはあはあ、名古屋っぽいところがありつつ、うん、こうアンサンブルの捉え方もそこを基調としながらちょっと海外に寄せてはいるけど、歌が結構日本語の良さとか、うん、日本語の強さみたいなんでぐっとこう引き戻す、うまく調和させる、ブレンドさせるっていうのがあるから、そこら辺のこうバランス感覚を持ってるようなバンドかなっていう印象があったかな、うんうん、すごいいいとこ取りいっぱいしてるなと思って、あなんかブッチャーズっぽいそのアンサンブル感のある感じもあるし、うんうんうん、なんかクライムっぽいこの何あったかさ的なノリの時もあるし、逆にこう、うん、イースタンユースみたいなコテコテの、うんうん、時もあるしねそうなんかずるいなあっずるいなって思いました。仕事してるじゃん。してるね、うん、これまあいいか、まあまあまあ仕事してるよ、仕事とかはあれだけど仕事してるよね、みんな、なんか仕事とバンドの付き合い方みたいな、あ、うん、でいっぱいやってんじゃん。そうだね、まあいっぱいってことでもないけど、うん、でも僕は結構こう分けて考えてるタイプの人間だと思っていて、うん、まあ、仕事は仕事でその仕事で生活費とまあ余暇に充てる、お金を稼ぎ、まあ、なおかつそれがこう人の役に立つような仕事だったらなおいいなって思って今の仕事をやってるし、でバンドはバンドでこうじゃあその仕事で得た知識とか仕事で得た感情をそこに持ち込むかっていうと、そこはあんま持ち込みたくなくて、単純に仕事で稼いで使えるお金で自分の好きなことを好きなだけやるみたいな、そういうイメージで生活してるかな。多分こう、うん、もし切り離してなかったとしたらもうちょっと社会派になってるとそれはあるゴリゴリの社会派になってると思う。ノースエンドとか下山みたいな、ちょっとなんかこの、うん、その人のなんだろう、労働と生活からこう、うん、にじめ出た音楽ってのは僕はすごい好きだし、うん、なんか一種憧れる部分もあるけど、うん、こう自分の中でこううまくそれを消化できる気がしないから、うん、僕はこうあくまで仕事はこう生活として、音楽は
こう音楽として、まあ、自分の楽しみも含めて音楽としてやってるっていう感覚かな。超真面目な話だ、はい、いいんじゃないいいんじゃない。最近そのなんていうか、まあ、石井くんも出しましたと、はいはい、でここにまた友達の CD がありますと、またありますね、リミックスがありますと、ありますね、はい、こういうのもあったり、まあ、他にも出してる人いますと、いますね。どう思いますか、このなんか地元でみんな一緒にやってたのが、徐々にこうやっと30代になって、なるほどなるほど、出してってきてる、おのおのがこう活躍し始めてる感じの現状、なんか思うとか。いや個人的にはもう超嬉しくて単純に超嬉しい、うん、16、7、8ぐらいのこう、うん、鬱屈とした時代を、うん、小さいライブハウスのこう片隅で、うん、過ごした仲間がこういろいろやってるっていうのはすごい嬉しい、うん、し逆にこうなんか異なるジャンルでこういろいろ活躍してるような気がするから、すごいなんか励みになるというか、うん、それはあるね。めちゃめちゃ幅広いじゃんみたいな、うん、なんか間違ってなかった感じはするよね。そうだね、うん、今まで地元で好きなものを好きって言ってた高校生たちがこう、まあ、仕事をしてバンドをやってそれぞれ活動する中でそれぞれのところで活躍して、それがなんか徐々にこうネットワークとしてつながり始めてきたかなっていう印象がすごくあって、うん、まあ、有名になってる人はねこれからもめちゃくちゃ活躍してほしいしローカルに活躍してる人はそのまま自分の信じた道を突き進んでいってほしいなっていう気持ちが一番強いかな。もうロックンロールのバンドばっかだったじゃん当時。そうだね、うん、俺らだけなんかウルタナやってて隅っこにいる、隅っこにいた友達が CD 出したと思うとすごい感傷深いです。ああ、ありがとうございます鬱屈とした人たちの中でさらに鬱屈としてたから。そうだね、端っこの端だと思う、隅の隅だね。まあ仲は良かったよね、なんかね全体としての仲は良かったよ、ね、なんなんだろうね、なんか不思議な箱だったよね、うん、思って。逆にこうちょっと面白いなって思ってるのはこう、うん、我々ポルタナとかこう、うん、インディー系をこう高校生の時から好き好んでやってて、うん、まああの機材とかも結構好きでやってて、うん、でロックンロール畑の人間に合わせたらなあマッチョロイみたいな感じだったのに、最近そういう子たちがこう、うん、めちゃくちゃ機材に凝り出してるっていうのを見ると結構面白くなっちゃう。鉄ね、鉄。鉄ね。あいつのボード、俺らよりでかいよね。反比例してね、こう。そうそうそう。減ってったら増えてきた、ね、どうすか、今後のハーフマスト。とりあえず、うん、まあ、1枚出したので、うん、今年はこうリリースイヤーとして、うん、いろんなところで演奏したいっていうのがまず第一にあって、まあ、もう1枚出しちゃったので、あとは新しいやつをこう、また見つけて作っていくだけかなと。思ってます。はい、以上です、はいまたもう一本動画撮りたいと思ってます。またお願いします。お願いします。